さっき上から見たところだ。はい、どうもピアです、お願いします。ぜひね、顔と構えだけでも覚えて帰ってください。はい、ということで八木沢ダム、去年来れなかったとこだ、ダム会にやってまいりました。去年はこのね、藤原ダムと奈良俣ダム行ったんですけども、今日はこの一番奥のもうラスボスです。ラスボス、はい、八木沢ダムの方に交流イベントにやってきました。なんかすごかったでしょ、すごいんでしょ、八木沢ダムが一番。もうラスボスなんで、もう破壊力が違います。へー、暴力的です。暴力的なんだ。暴力的、はい、そんなダムが存在する。前回のね、なんかさーって綺麗なね、あ、だけなんか女王みたいな、奈良俣ダム、ダムの女王みたいなでしょ。で他ね、見学とかいろいろありますので、はいはい、ぜひやっていきましょう。ダムガードゲット行きます。普通ダムはあのダムがこう開いてそこから水出るんですけど、そうだよね、ここはこのスキージャンプ式っていうんですけど、スキーのジャンプみたいに一旦ここを流れていって川のところでジャーってする。じゃあすぐに川じゃないってこと、川までに距離があるんだ。そう、はあはあはあ、しかも最後がシャーって流れるんじゃなくて最後ピョン、ピョンさせるっていう。ピョンさせる、はい、何それ何それ、そ何それ、さっきのこっから来ます。いいんだけど、何着てんの、カッパ。いやいやいや、え、何その甘く見てるでしょ、その。いやいや、甘く見てるっていうかさ、 T シャツの人甘く見てる。だって放流でしょ、放流を甘く見てる。水浴びするわけねえんだからさ。ラスボスって聞いたよ、ここは。いらないって絶対、暑いだけだって。あのそのジャンプ式のところ、ここ流れてきて、もうこの向こう側川になってるんで、ここにジャボジャボ行きます。ジャボジャボ行くの、ジャボジャボ行く下にいるわけねえんだからさ、お楽しみに。脱げよ、気持ち悪いな。あと5分ぐらいで始まります。なんかみんなカッパ着てるね。みんなカッパ着てるね。不安になってきたもん。なんか音、うわ来た、音してる、うわ来た来た、うわ、あでも結構すごいね、確かに。おお、これはなかなか、あ、いいね、いいね。はじめなんかちょろ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 かと思ったら、うん、最初から結構いい感じで来たね。いいね、綺麗だね、やっぱね、滝みたい。あ、そうだね、うん。藤原ダムはこんな近くで見れなかったからさ。あ、確かにこう近くていいね、うん、おー、だいぶ増えてきたね。荒々しくなってきた。荒々しくなってきたね。今ちょうど10分過ぎたぐらいだね。おー、おうおお、すごい激し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 いぞ、激しいぞ。なんか違うぞ、様子が違うぞ。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ。うわすごいね、どれ、じゃあ見てるかな。前の方にレボタンとかあんの。俺来た来た来た。バッシャ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 だね。すごい、いやすごいな。いや明らかに増えたな、明らかに増えたな、明らかに増えたな、すごいな。やった、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 や
これもそ撮影どころじゃないってすごいってこれあの台風だったね。長靴も必要だった。台風だけど台風だ。ものすごいびしょびしょだもの。雨降った。台風来た。台風来た。だから台風だって言ってるでしょ。途中までね、みんなバカだな、暑いのになると思ったんで。途中までめっちゃバカにしてたよね。そうだよ、ね。そんななんかカッパとか着て振り取ったけど全然そんなことねえじゃんみたいなこと言ってて。これだわ。なんだこれ。いやだからカッパあった方がいいよって僕言いましたよね。まず大げさだ、去年全然だったじゃん、はい、いらないと思うじゃん。違うんだよ、あのパワーがラスボス、ラスボスなんだよ。カッパをぜひとも持参してくださいいやすごかった。いやよかったですね。ダム汁の、ダム汁の洗礼を。でまた上に戻ってきた。はい、ね、この中の見学が今日できるので、ね、ダムの中、はい、ね、しかも下に抜けるんで、うんうん、最後その真下から矢木沢ダムってすごい大きいんで、うん、それが真下で見れます。出てあでも見上げるとダムのこの壁が、はい、ヤンバダムの時もだいぶ近くで見れたけど。そうなんですよ、うんうん、まあ、それぐらいの勢いで見れるんで、またここでかいんで、ぜひご覧ください。ちなみに矢木沢ダムは何式、はい、矢木沢ダムアーチ式です。アーチ式、はい、重力式とはまた違う。重力式だと重さで水の圧力を支えるので、うん、コンクリートがいっぱい必要になるんですけど、うん、自重で支えるんで、はい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 、アーチ式はこう丸くすることによってこう分散するんで、うん、コンクリートが少なくするんですよ。まさにこのアーチのところってとこ。そうです、ここにアーチしてる。確かにアーチしてるね。まっすぐだと弱いじゃないですか。うんうん、そうだよね。あ、そうなんだ。これはあ、本当だ。へえ。勉強になりますね。今放流をまだやってる時間なんで、うん、この隙に行くとついてますそんなお得情報まで。ヘルメットをかぶって一人だけ青一人だけ青ひんやりひんやりね。ちょっと足元を見て見て見て、すごい見て、さっき上から見たところだ。すごいね。はい、ということで、はい、今エレベーターで108メートル降りてきました。すごいね。そうするとこの、はい、もう真下から見れるんで、このアーチの曲面を、すごい。そうですね、ちょっとね、そうなって、でヤンバもでかいけど、うん、でかいでしょ。でかい。こっちの方が貯水量多いんで。あー、何の職人なの、ダムと会話する人この反響でだいたい厚さが。すげえすげえ。ここ何？ダムの中、これも発電所だ。発電所、あ、ダムの水で
水力発電してるってこと。すごい。すごいなこれ。この辺まで来れば、こう端から端までが、この辺かな、ここら辺なら入るかな。外出た橋があるんですけど、うん、あそこでダムカードの本物の写真撮った場所らしいんですよ。あ、ダムカードの写真の撮影ポイント。はいはい、そこでなんかフォトフレームみたいなのやってるんで。あ、じゃあダムカードの中に入り込めるんだ。ちょっと行ってみましょう。はい、どんな感じ。あ、いる3人で入る。あ、余裕で入ってます、余裕で入ってます。一回近づいてます。これがカードっぽくなるんで、はい、で、ちょっと遠ざけてダム全体が、はい、ありがとうございます。はい、ますこれ大丈夫ですか、ね、です特に何もしてないで、はい、はい、大丈夫です、はい、ありがとうございます。ヨンヨンさん、じゃあヨンヨンさん、3個掴み、いいの、いいよ。3個これもダブル、うん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。楽しかった。いいでしょう。ここ特に良くないですか、八木沢ダム。すごいすごい、うん、ここはいいね。いろんなことが起きたなんかいろんなことが起きた。エンタメ要素詰まってるよ他の放流もすごいけど、やっぱ火じゃないですよ。あの綺麗、他の放流結構綺麗な感じが多かったけど、うん、ラスボスだね、うん、確かにダムのデカさもデカかった。ダムってデカいなって思ってたけど、特にまたここに行くと、うん、こんなにか、体験型というか、うん、ということで今回は、八木沢ダムの放流イベントに来てみました。はい、この動画良かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。